フィリピンのマニラにいます。マニラの市街ですね、今いるところです。リハーサル公園って公園があるところ、そこの近く、今いるところはユナイテッドネーションズアベニュー、今いるところです。でネーションアベニュー、暑いな、しかしバナウズ今いるところですね。すごいね、結構治安が悪いって言ってるんですけど、それにも歩いてるんですけど、スリ強盗、睡眠薬強盗、ねえ、イカサマ賭博、殺人、いろんなものが起こってるみたいですね。日本人も被害あってね、普通のフィリピン人だけでもかなり被害あってる、すごいです。その警備員が拳銃持ってますからね、危ない。すごいね、ここ結構ね、でかい通りなんですけどね。で、ウォーターフロントホテル、カジノです。カジノがね、ウォーターフロントホテルがあったりします。この通りですね。